柔道。みんな、お前これじゃダメだ。お前じゃないと。なぜり。言わなかったんじゃない。どうしてチームを続けられなかったの。でも今なら言えるぜ。俺はな、ユージ。何？仲間を失ったのはずっと前から。俺には人の上に立つ資格なんて。柔道の仲間はそのアンダーゼロで仲間を失った時、そのことを思い出したんだ。だから柔道から逃げて俺をもう一度リーダーにと仰せ。お前か。柔道を離れたのはそれが理由だ。それに自分にはできない。お前リーダー向いてると思うぜ。俺はこれから昔見捨てちまったんだ。そうしなきゃ。俺は俺の居場所を取り、俺の用は済んだ。今さらフーディエのリーダーとしても甘ったれんなよ。またよしさんに頼んで病院から連れ出してもらったんだ。今頃病院は大騒ぎ。ダグ、警察に誘拐させるだ。とんでもないやつだ。ちょっと、おう、そういうこと、ユージ。何、人様に迷惑かけまくってんだ。では飽き足らず東京中で暴れ回るとか何考えてんだこのタコ。いくらハッカーが無法者だからって限度ってもんがあるでしょうか。ボケ。しかもお得意様のザクソンの幹部ボコボコに仕上がって、俺たちこれからどうやって封切り切り盛りしていくつもりだっての。ハッカーつったって一応客商売なんですけど、分かってますかそこんとこ。そんなんだからお前ネットカフェの経営だって俺が何度もフォローする羽目になるんでしょうが。そうだよ、しかも店だよ店。全開ってお前シャレになんねえだろうが。修繕費いくらすと思ってんだ。デジモンによる再開って何、何再。保険屋さんにどうやって納得してもらえばいいんだっつうの。距離によって俺の大好きなバイトちゃんの働き口まで奪いやがって。東京のど真ん中でデジモン出してんじゃねえよ。ブワリュウジ、ご宅はいいから帰ってこい。兄弟泣かせてんじゃねえよ。